横浜で行われたけれどもお台場超次元音楽祭、今日昨日と行ってまいりました。どうも二次通編集長の吉田です。いいですね、やっぱり有観客のライブっていうのは声が出せなくてもこうサイリウムの光で反応がわかる、あそこに人がいるんだなっていうのはアニメとか、ね、アイドルの現場ならではだなと思って、来たわけなんですが、さてでは今週のニュースですが、大きいの来ましたね。ボーン、そうなんです、鬼滅の刃第2期遊郭編、こちら2021年、放送決定ということ でそして、和風なバトルものとでも言いましょうか、刀剣乱舞花丸、まあ、可愛い方ですね、こちらがですね、雪月花という新作アニメとして劇場公開、3回されるのかな、ってことが発表されておりました。でそして今日はですね、ここからがかなりいろんなパターンのアニメ化があるぞという感じなんですけど、武士ロードのなんか新しいコンテンツ、これで上乱と読むそうなんですが、こちらなんかね明治が64年まで続いてたみたいな設定になっていてっていう作品が公開されると、で三森すず子さん、大石翔太さんなどが出るってことなんですが、この会見やった場所が明治座なんですよね。わかります？もう明治座って言ったらもう本当にね、この日本のもう演歌の大御所とかがまさにそこでレビューをやる、そういう会場でやったんですよね。でそして、こんな作品もあるんだなというやつです。はい、僧侶枠、はい、今度の新作発表されました。女体化 BL です。はい、もうタイトル言えばどういう設定かわかる。黒ギャルになったから親友としてみた、はい、原作はやってみただったそうですが、してみたになっているそうです。でそして、あとこれこの地域が絡んで作ってる教えて北斎というアニメがあるんですが、まあ、こちらも、アニメ化されることが決まりましたね。であとまたねこれちょっと見てみたんですけど、これアニメって言っていいのかなんだかもう説明が難しいんですけど、陣外と桃子というかわいそうにさんというお名前の方がクリエイターとして参加してるんですけど、なかなかに、本当サイケっていう風に言ってましたけど、サイケですね。教育なのかな、教育かどうかわかんないです。でそして、個人的にはですね、もう今日帰ったらこれ見ようと思ってすごい楽しみにしてるのが、押井守総監督がブラドラブ、はい、実はこううるせえ奴らのスタッフの方なども巻き込んで作ったという作品の配信が始まりました。どんなクオリティなのかこれから、しっかり確かめたいと思います。でそして、今ですね、こう岸田メルさんがこうデザインしていたりする、ブルーリフレクションという作品ゲームであるんですが、こちらが4月にアニメ化されるということになりました。であとスタジオジブリが作って去年放送されたアーヤと魔女って NHK でやったやつですね、これ CG アニメなんですけど、こちらが4月の29日劇場公開されるということです。であとですね、リラックマとかすみっこ暮らしを作っている 3X、まあ、キャラクターものでご存知の方もいると思いますが、チキップダンサーズという作品が NHK E テレで放送、これラレコさんが作るんですってね、こうアグレッシブレツコだったりとか、兄につける薬はないとかそういう作品で中国とか大ブレイクされてるんですけど、古いネットユーザーからすると柔らか戦車とか覚えてる方いらっしゃるかもしれませんね。そしてアニメ化以外の話題だと、はい、こんなニュースがありました。アニメジャパン2021新型コロナウイルスの現状を鑑みてオンラインのみの開催ということになりました。で私もこう司会させていただくんですけど、やっぱりこうイベントのいいところって声優さんが一気にわっと集まってるから、いろんな作品のイベントをこうやつぎ早にできるというところにあるということで、会場はですねほぼ全てのこうメーカーとかイベントを仕掛ける側の人たちが同じところに声優さんを集めてブワーッと連続でやるということになりました。私も何箇所か司会させていただくことに多分なると思います。でそして、ちっちゃな話題ですけど、スノーハレーションという競走馬が3歳馬だそうですけどね、こちら勝ったそうです。はい、初勝利を挙げたそうです。さあそして、今週ピックアップというかとても意味のあるニュースは、こちら、バン、はい、戸松遥さん第1子、女の子の出産ご報告になられました。おめでとうございます、おめでとうございます。いや、戸松遥ちゃんご本人もね、ついこの間お誕生日だったところですが、個人的には私15歳の時に、東方シンデレラというね、もうね、それこそ浜辺美波ちゃんとかが今有名ですけど、その浜辺美波ちゃんとかが出る、オーディションの、1回前の回に実は最終選考までトマス遥ちゃん残ってるんですよ。で僕その時のイベントの司会だったんで、トマス遥ちゃんに15歳の時に会ってるんですよ。その彼女がとうとう、人の親に、初めてね、来てくれた時は
オーディションで他の人たちがこうジャズダンスとかモダンダンス歌いやりますみたいなこと言ってる時に、一人で千と千尋の神隠しをやりますって言って、審査員が何ってみんな思ったら、千と千尋の神隠しのセリフを全部覚えて一人でやるっていうのを、2時間じゃないですけどね、その、 いいシーンだけやってるっていうやつを、戸松遥ちゃんがやってたの、今のもう昨日のことのように覚えてるんですけど、まあでも役者さんってやっぱり人の人生を表現する職業ですからね、こういう風にね、ご結婚もされてお子さんもできてという風になると、役者さんとしてあなんかこうね、一生やっていくんだな、でそしてその一生やっていくところを見せてもらえるんだなと思うと、ちょっと感慨深いものがございます。ということで、今週の時事通ニュースでした。戸松さん、そして、お子さんもどうぞ、末永くお幸せに。